神楽公君うくん君くんは、現在の兵庫県姫路市、阿保市生まれの文人。陽明は美之吉、縄なわくん、じはる、春、うは牧石別しに、加が空う,うし。文人ぼっとして、各地を歴有後に、札幌東京京都で私塾を開く。明治42年から大正6年まで数密院に、雇いとして勤務。絵筆も匠で多くの作品を残している。 本人の辞書は、神楽公君として折草官をつけた神楽、甲公薫は誤りである。文久3年8月14日、針間国一東軍阿保市で、阿弥の生の母から生まれる。実父についての資料は、未見神楽公の生は、甲の東馬より、針間風土記にある記事、阿保市の神宮皇后伝承から付けられる。幼児に実母が病没して、孤児となるが、阿保市の維持。 河野東馬に引き取られて養育されてその学牧となる。学問は河野東馬を主とし再刊は中西功績に指示したと伝わる。明治19年より河野東馬が異業の傍ら主催していた私塾誠塾の助教となる。明治25年より書画の筆を携えて国内を歴有する明治31年、北海道庁の許可を得て札幌に私塾 新友大塾を開設明治37年塾を人に託して再び、札幌を離れて、書画の筆を携えて、各地を歴有後に、明治38年東京に本遺跡を移す。明治40年頃より、関石の講義や、書画の制作で移植の糧を得ていたという。明治42年、数密院雇いを命ぜられて秘書家に、勤務する大正6年、数密院遺願解雇。 その後京都に京を移して、再び新友塾の名で私塾を開いたと言われる。昭和2年に妻に先立たれて、後に山形県酒田市の本間家の触覚として迎えられ、同家の一宮で死去。ありがとうございます。